いやー疲れたな、今日は釣りで。いやー実はね、今日はね、まあ、家は群馬県にあるんだけども、明日から仕事なんだね。あの仕事先は長野県に行くんで、あの仕事の時だけはね、長野のこのアパートに住んでるんで、今ね群馬県のあの水上町から直行で長野県にあの向かってる途中なんですけども、あの帰ってから夕飯食べるももうめんどくさいんで、あの途中のところでねもう外食してきます。もうでちょうどいいところあったんで、ここでもうねちょっと準備も始めてます。まあ、こんな感じですね。ちょうどこの屋根もあっていい感じですね。まあ、紹介してるんだったらとっとと作って早く、ね、終わりにしていった方がいいと思うんだけど、まあ、周りこんな感じ でこんなトイレもあってね、ちょっとした仮眠もできるようなとこなんで、はい、こんなところであります。ここでちょっとラーメン作って食べていきたいと思います。ほんで今日はね暑かったんで、昼間暑かったんで、ちょっとさっぱりと札幌一番塩ラーメンにしました。で具材は今帰ってくるけど、道の駅によって野菜をちょっと買って来ようと思ったんですけど、もうねほとんどねあの野菜が売り切れだったんで、で売り切れでこれしかなかったんですよね。これなんだろう、おかひじきっていうらしいです。ちょっと食べたことないんだけど、なんかね説明が書いてあったんだけど、こんな説明が書いてあったんですけど、なんかねサラダでも食べられるらしい。あと煮物、炒め物とか書いてあって、まあサラダで食べられるってことは無難な癖のない食材だと思うんで、こんな感じの、なんか雑草みたいな感じで、なんか畑によくあるような雑草みたいな、おかひじきというらしいです。で、これを、ちょっとラーメンに入れて、食べたいと思います。じゃあ、ちょっと早速、とっとと作りましょう。まずはお湯を沸かしてね。はい。550ml、ちびっとだけど、あ、ここメモリついてる、500ml、はい、500、でも、で、ガスがね、もうちょびっとしかね、ないかな、ラーメンぐらい作れるのあるかな。火を切ってますね。大丈夫かな。ラーメンぐらいは作れるかな。OK。生でどんな感じなのか、まあ、そんな癖のある味ではないけど、なんだろうね、牧草の味てか牧草食ったことあるんですけど、子供の頃あるんだよね、牧草のね、あのねここ引っこ抜いて、あの根元の色の緑の薄いところの柔らかい、あれの味とそっくり。まあでもそんな癖のある味じゃないから、まあまあいけるんじゃないかと思います。よし、グローブ開けとこう。塩ラーメン。
塩ラーメンって久々だな。ずっと味噌ラーメンと思ってたからね。まあスープとこれなんだろう、ごまかな、ごまっぽい、ごま塩、ごまっぽい。はい、準備 OK。 お湯が沸くの待ちましょう。あとはこっからどのくらいだろうな、長野のアパートまで。こっからね、北軽井沢抜けて、で、まあ、軽井沢のなんだろう、中軽井沢駅の前か、あそこ前を抜けて、国道18号に抜けて長野方面に、まあそこでもう長野県なんだけどね、長野方面に向かうと、どのくらいだ、1時間半かな、あと1時間半ぐらいで帰れるかな。まあ帰ってから食事なんてもちょっとめんどくさいんで、ちょっと車の中で考えながら、どうしよう、外食どこかで食べに行ってようかなって。で、突然思い立つのが、まあここで外食していこうかということですね。ラーメンでも作って、まあ、常にあの車の中にね、ラーメンね、何食か持ち歩いてるんで。どうかな、ガス大丈夫かな。どうにかラーメン一杯ぐらいな。まあ予備のガスもあるから大丈夫は大丈夫なんだけど、まあお湯が沸くまでちょっと待ちましょう。その間に景色、もう夕方なんだよね。今何時、4時45分。もう夏なんでね、だいぶまだ明るいんだけど、昼間に比べると雲が多くなってきましたね。明日の天気はどうなんだろう。よくわからんけど。まあ、この見晴らしのいいとこですね。もうちょっと雲がなければ結構山が見えるんじゃないかと思います。まあ、あと食材は、食材つうか野草つうか、あるはあるんだけど、タンポポとかあるけど、今回はいいや。ね、買ってきたのがあるし。まあ、そんな感じのところでした。どうかな、お湯はまだ。もうちょいかな。お、沸き始めましたね。全部入れちゃおうかな。よし、沸いた。全部入れるわ。よし。これどうせ縮んじゃうんだから。声がちっちゃくなったね。なんかトイレだから誰か車で寄ったんで、ちょっと声がちっちゃくなりました。ちょっとね、恥ずかしいんでね、 YouTube あるある。お、行った。ごま行ってくれたな。ちょっと行ってくれないとね、トークができない。よし、OK。麺を入れていきます。麺とお湯。しかし今日の釣りは釣れなかったな。一日中突風が吹いちゃって、天気は良かったんだけどね、絶好調で。あんだけ風があると本当に無理だろうな。で、せっかくかかった大物もね、3回取り逃がしたらバラしたね。1回バラして、で2回目またかけたけど、上に木が折りかぶさってるんでね、なかなかちょっと竿を立てられず、バラして、
でちょっと3分ぐらい、まあ、それまではねはっきり山の上だと思ったんだよね。だからもうあまり出ることないかなと思ったんだ。で30分ぐらいちょっとそこのポイントを休ませてね。でさらにあの毛針だとちょっとあれかなと思って、ちょっと毛針をね、まあ毛針の種類としては一緒なんだけど、新しい毛針をねつけてね、ちょっと変えてみたら食いついて来たんすね。でもうちょっと上がってきて見たらヤマメじゃなかったんすね。なんと結構大きなイワナでしたね。でもう少しで網っていうかタモに収めれるところでしくじっちゃいましたね。ちょっとねタモが、ね、引っかかっちゃって、タモに入れる直前で取らせてしまいました。よし、オッケー。まあそんな感じで今日はねちょっとその大物を取り逃したのが本当悔しかったけど、ドキドキしたな本当に。まああとはそのシーンがね、このドキドキ感が伝わるようなシーンが結構うまく撮影できてるかどうかが問題。それさえ撮れてればね、まあまあ満足できるんじゃないかと。さあ、おお、匂いはどうだ。匂いは普通の塩ラーメンだな。前ちょっとわかんないけど、さあ出来上がりました。じゃあちょっといただきますか。とっとと食べていこう。どうかな味は。熱っ。おかしいけど味は、うん、特にこれといった味はないな。ただ歯ごたえがいいね。このシャキシャキ感がいいね、うん、味というよりこの食感だね。噛んだ時のシャキシャキ感がすごいいいね、うん。おかしい時期いいねこれ。やっぱ癖がないからいいわ、ラーメンに合うな。うん、おーし。はい、完食です。ごちそうさまでした。よーし、とっとと片付けて帰ろう。よし、身を片付けて。はい、鍋もしまってね。家がちゃんとまた綺麗に洗って、
入れ方がうまくない。蓋がよく閉まるんだよ。少し OK。あ、やべ。これも、バーナー、ガスの蓋。蓋。セットおります。よし。これだろう、うまくいかないんだよ。結構難しいな。毎回これで止まるんだ。よし、OK。よし。あ、そうそうそう、これでもこういうのが来たはい、ごちそうさまでした。よし、帰ります。